ディスカバリーチャンネルアニマルプラネット自由研究大賞2015結果発表。低学年の部グランプリはタンポポの育ち方比べ。2年の藤平結城です。結城くんはタンポポの育ち方が日向と日陰ではどう違うのかを実験装置を使って調べました。調べるために使った実験装置はこの実験装置です。日向と日陰のタンポポをどんな風に比べたの？色、形、大きさ、他に驚いた。結城くんが発見したタンポポの秘密とは？日陰は花は咲いていないけれど、たくさん日が浴びれるように葉っぱが広くなっているんだと思います。葉っぱはトゲトゲとスコップの形に分かれることを発見。日向の方がこっちで、日陰の方がこっちです。さらに結城くんは夏にタンポポが葉の数を減らして体力を温存するということを知って、タンポポの夏休みと名付けることにしました。タンポポはどんな場所でもどんな季節でも頑張って生きているということが分かりました。おめでとう結城くん。自由研究大賞は2016年も開催。詳しくはディスカバリーチャンネルアニマルプラネットのホームページで。